カノンっていう名前で活動してます。よかったらインスタのフォローよろしくお願いします。今度スイートナイトっていう東京でライブもあるので、チケット残りわずかです。よかったら遊びに来てください。
ありがとうございます。じゃあ次、彩香さんの三日月を歌います。聞いてください。東京でラジオライブしてます。ありがとうございました。次、ゆずさんの夏色を歌います。そう、なんかあんまり普段アップテンポ歌わないんですけど、ちょっと挑戦という意味を込めて歌ってみます。聴いてください。
日を越してゆく。何も変わらない穏やかな街並み。みんな夏が来たって浮かれ気分なのに、君は一人さえない顔してるね。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。大きな5時半の夕焼け、子供の頃と同じように、海も空も雲も僕らでさえも染めてゆくから。この長い長い下り坂を、君を自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくりゆっくり下ってく。うとうとしながら夢見心地でよだれを垂らしてる。いつもと同じ網の越しの風の匂い。休日でみんなもゴロゴロしてるのに、君は随分忙しい顔してるね。そうだ、いつかのあの場所へ行こう。まだ夏の夜の夜不思議なほど心静かになる。少しだけ全て忘れて、闇の音の中包み込まれてゆく。この細い細い裏道を抜けて、誰もいない大きな夜の耳ながら、線香花火に二人でゆっくりゆっくり火をつける。いつか君の涙がこぼれ落ちそうになったら、何もしてあげられないけど少しでもそばにいるよ。この長い長い下り坂を、君を自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくりゆっくり下ってく。ゆっくりゆっくり下ってく。ゆっくりゆっくり下ってく。ありがとうございます。路上でアップテンポ全然歌わないので緊張しちゃって。雨降ってきちゃったんですけど、ギリギリまで頑張ってやりたいと思います。今はどういうふうからの
どれくらい同じ時間二人でいたかしら。こんな風にさりげなく過ぎてく毎日も you、yeah.
そういえばありがとうございました。じゃあ次の曲は、前々回の、このスイートナイトで歌った、トタさんのつむぐという曲を歌います。聴いてください。よかったら、インスタグラムのフォローとか、こちらのライブチケットも残り5枚なので、ぜひ遊びに来てください。じゃあ次、オリジナル楽曲を歌いたいと思います。
2曲あって、じゃあ最初に明日はという曲を歌います。この曲は2月にリリースされた楽曲で、私が、作詞をした曲です。どんなに暗い今日でも明日に希望を持って生きていきたい、そんな思いを込めて、作詞しました。それでは明日はです。聴いてください。ありがとうございました。
のオリジナル楽曲の明日はという曲でした。次も続けてオリジナル楽曲を歌いたいと思います。ちょっと次の曲は高い音が続くので水分補給してください。次の曲は、最近5月の、後半28日にリリースされたばっかりの、フリーティングユーという曲になります。この曲も私が、作詞をしました。胸に大切な人を持って聴いていただけたらと思います。それではフリーティングユー聴いてください。
ありがとうございました。オリジナル楽曲「フリーティング・ユー」という曲でした。さっき歌った「明日は」と「フリーティング・ユー」はこの「スイートナイト」でも、今度歌うので、はい、歌わせていただきます。じゃあ次カバー曲に戻りたいと思います。じゃあ次私のめっちゃ得意な曲歌いたいと思います。手嶋葵さんの明日への手紙です。聴いてください。Oh,
小手島舞さんの明日への手紙でした。はい、大丈夫です。ありがとうございます。今日は名古屋から来ました。名古屋から来ました。雨が降らなくてよかったです。今日雨予報でしたよね。そうですよね。ちょっとゆったりテンポの曲ばっかりなんで、私の大好きなエメさんの片思いという曲を歌いたいと思います。どうしました？次、エメさんの片思い歌います。聴いてください。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでも同じ気だから一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの握手も響き渡る歓声もいらない。君だけ分かってよ、分かってよ。足りゆ夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。足りゆ夢が叶ったの、愛してる。たった一度の、たった一人の、生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで、終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで、気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかで好きだよ。分かってよ、分かってよ。寝たり夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。たり夢が叶ったの、愛が溢れてゆく。旅立つことは絶対許さないから、生まれ変わったとしても出会い方が最悪でも、また僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片思い好きだよ。分かってよ、分かってよ、分かってよ。楽しかったです。
皆さんあれ渡しましたっけ、紙渡しましたっけ、渡せないですよね。なんか意外と熱くないと思ったら水がすごいぬるくなってて結構熱いんですね。じゃあ次の曲は、あ、じゃあスキマスイッチさんの奏でを歌います。
ありがとうございました。スマスイッチさんのかまででした。カノンっていう名前で活動してます。よかったら SNS のフォローや、こちらのスイートナイトのという、ライブがあるんですけど、そちらのチケットももう残り5枚なので、今日用意してますので、声かけていただけたらその場でお渡ししますので、よかったら来てください。全曲生演奏のライブです。じゃあ再開したいと思います。気づいたらもう路上やって1時間が経ってました。あ、じゃあ次多分皆さんも知ってる曲で、あと愛子さんのカブトムシを歌います。
よかったら SNS のフォローや、あとスイートナイトっていうライブが東京で今度東中野があるんですけど、よかったら、遊びに来てください。残りチケット5枚です。この後池袋とかも回りたいので、残り2曲ぐらいにしようかなと思います。YouTube にカバー曲120曲以上出してて、その中でも結構好評だった曲を、じゃあ最後に2曲歌って終わりたいと思います。じゃあ最近一番最新の、YouTube が結構好評で、尾崎豊さんの I Love You を歌います。それからまた二人は目を閉じるよ。
でした。はい、じゃあ次でラストにしたいと思います。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。じゃあ最後の曲が YouTube でもうすぐで1万回再生いくっていくぐらい、なんか一番再生されてる曲で、米津玄師さんの地球儀っていう曲を最後に歌いたいと思います。扉を今開け放つ秘密を暴くように
皆さん最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。カノンでした。普段は名古屋で活動していて、東京に来ることは本当に路上ライブは少ないんですけど、また機会があったらぜひやりたいと思うので、インスタグラムのフォローでチェックよろしくお願いします。じゃあ路上ライブ終了にしたいと思います。ありがとうございました。